はい、おはようございます。今7時50分、気温 22.4 度、湿度 53% です。だいぶ寒くなってきたので、昨日も FF ヒーターを入れっぱなしです。で、今朝は FF ヒーターを今一旦マックスにしました。あうちゃんも早しよ。誰よりもうちゃんが一番早かったわけ、ね、パパの方やっぱ寒いな。なんかやっぱ FF がやっぱあんま回んないのかな。FF ちょっと下げたの、うん、寝る前暑いかなと思って。全開でよかったかあれだね。まあ毛布にしちゃうからね。うん、スタート。ラウちゃん座って。これマジ便利だよね、クラムチャウダーとか。朝食を忘れた時は、まあ、臨時として。ウイちゃん、ドーナツがいいの？うん、これとこれが美味しそうだ。先じゃあカレーパンから食べれば。うん、ドーナツからカレー決まってるのね。じゃあパパと半分こして食べる。うん、ウイちゃんめっちゃ覗き込んでこのね、湯畑観光駐車場のいいところは、隣にローソンがあることに。まあ、ただね、旅館客の方もたくさんいるだろうから、昨日夜行ったら割と品薄だって。うーちゃん食べるのまだ。どれから行くの？これ、袋の中に袋なんですけど。いいか。決めなきゃ。え、もうドーナツおしまい？まだドーナツ食べんの？うん、すごいね。パンのカス。パンのカスやべえ。うーちゃんもこういうの食べるとやばい、ね。机もやばいけど、なかなかこの床っていうかシートも。うん、もう掃除機買っといて正解だ。はい、今ですね、草津湯畑観光駐車場の車中泊スポットから出てきました。で、今日はちょっとね、天気がもうすでに怪しくて、午後はね、雨降るみたいで、今もう9時過ぎなんですけど、これからですね、ロックハード城の方に向かっていきたいと思います。まあ、いろいろね、この辺鬼押し出し園とかあったりとかしてて、もうちょっとどこ行くか悩んだんですけど、雨降っちゃうとね、どうしてもちょっとうーちゃんとか結構多分大変なんで、なんで今回はロックハート城の方に行くことにしました。まだん？お城があるんで、お城が。そうだよ。でもあれだね、この辺立ち役してる人多いね。でもなんかさ、すげえキャンピングカー見るよね、この辺。うん、すごいね、この辺緑も美味しい。これ秋になるとあれなのかな、少しこう色づくのかな。あれ、はい、なんかね、全然道違うらしい。デモ走行になってて、自分が走ってるところと実際走ってるところのマップが違うの。前もね、九州かどっか行った時にもやって、これやられちゃうとね、自分が走ってるところが合ってるかのように走ってっちゃう。だから要は選択した地図が走ってるところをデモで走るとこんな感じですよみたいな。昨日そういうこと。とりあえず道を間違えたっていう。さあ、道中スーパー発見したから、来たことないからこっち行ってみよう。何を買うの？今日のご飯。じゃあちょっとここに行ってきます。一段落。とりあえずね、J ファーム行ってきて、結構なんかいろいろ売ってたよね。そう、想像してた以上にご当地ものとかたくさん売ってる。なんか産直プラス A コープって書いてあったから、多分コープ。そうで、なんか結構地産のものを置いてたから、うん、そのなんだろう、野菜だけじゃなくて、例えばベーコンとか。今までなんか普通の道の駅みたいな産直はね、行ったことあるけど、ああいうなんか JA のやつは行ったことなかった。行ったことないね。あれは意外といいかも。とりあえず買い物も一通りできたから。まあ、もうこれで買い物いらないもん。いらない。早めに買い物できたから気が楽。うん。食べていて。とりあえずじゃあ、まだ16キロぐらいか。うん、まあ、そんなに遠くからね。うん。この辺あれか。日本ロマンチック街道。確か違ったかな。多分そんなような呼び名の通りがこの辺あったと思って。もうすぐ7キロ、あと7キロ。もうあと200メートル。あ、ほら、この辺からなんか旗が。右側か。うん。結構混んでるね。混んでるね。なん
んな人気なんだ。車の、え、満車って書かれてる。確かにさ、お城だね、これ遠いって。何飛んでたっけ。姫になる。昔はもっとバラバラだった。はい、今ですね、ロックハート城の方に行ってきたんですけど、あのね、まさかのね、YouTube 全面撮影禁止というあれでした。まあ、多分ね、話を伺った感じだと、なんかね、トラブったのかな、あの感じ。なんかね、TikTok なのか、こう、踊ってみましたみたいなされると困るんですみたいな言われて、いや、そういうあれじゃないんですけどって説明をしたんですけど、ちょっとね、なかなか厳しいと。それか、撮影の使用料、1時間2万円ぐらい。3時間分座ったかな。だから6万ぐらい払ってくれるんだったら、みたいな。最低3時間なんでしょ。そう。それができて、で、なおかつ、なんか、宣伝をするのかしないのかって言われて、いや、特にないですって話をしたんだけど、チェックが入る。動画のチェックが入る。で、なんかその、要はロックハート城にとって宣伝効果があるかどうかみたいなの、なんかね、審議をしなきゃいけないらしくて、なかなかハードル高かったんですよ、今回。今までで多分一番高かったんだ。で、あ、ごめんなさい、それだったら大丈夫ですって言って、SNS、Twitter、インスタは問題ないと。広告が多分入っちゃうだけでダメなのかな。ちょっとわかんないけど、だからね、かなりね、敷居が高いところでした。僕らも別に YouTube の撮影はできないってことだったんですけど、一応中はね、もうお金も当然払ってますし、普通にね、観光地として行ってきました。インスタとツイッターの使用は OK ですっていう、それは確認取れたので、今回撮った写真は、インスタとツイッターであげようかなとは思ってるんで、もしね、ご興味がある方は、ぜひそちらの方、登録もよろしくお願いします。これからだからあれでしょ、赤城神社っていうところに向かってて、まあ、せっかくね、群馬来たから、一回見たことないんでね、あそこ。赤城山でも初めてだな。行ったことないの。春名山とか、春名湖水辺は、まあ、行ったことあるけど、赤城は初めてか。とりあえずは、赤城山に向かって、行ってこよう。ちょっと、道中で、群馬といえば、焼きまんじゅう。群馬といえば焼きまんじゅうです。ちょうどなんかここに、直売焼きまんじゅう屋さんがね、お高いやん。買ってきます、ここ。こんな感じ、焼きまんじゅう屋さん。上州名物、上州沼田名物。あん入りとあんなしだってね、動画の皆さん言いたいんだけどさ、これ熱かったり冷たかったりする。美味しい。うん、焼きまんじゅうとアイスのカフェ。そっちあんかな。すごいね、道が。すごいよ、登ってきた。標高1300m以上だから多分寒いよ。なんか結構ところどころあれだよね、脇に駐車場とかなんかあるよ。うん、何の駐車場。光ゴケ駐車場って、さっき光ゴケが見えるのかな。ここから前橋。あ、そうなんだ。十和田湖の道を思い出してる、これこそ。うん、いや、枝がすごい。駐車場です。これだ、これだ。おお、おお。鍵山ってどれ。分かんない、この目の前じゃない。うん、めちゃくちゃ寒い、すごい寒い。よし、じゃあ行こう。もう寒くなったね。いや、寒いよ、うん、こんなに寒いとは思わなかったよ。これは気温一桁台か。あ、草津がね、9度高いだったから。言った通りや。出る前にこっちは絶対寒いんだよ。今こそ暑いよって日が出たら。そっちから、あっちからも。何もお願いしてない。じゃあ今日何もお願いしてないの。見開きのと普通のが、うん、これ見開きのやつ。そう。あ、でそれをご主人にしまわなきゃいけない。そう。むちゃん、お魚いた？なかった。なかった？ここ冬になると全部凍るんやね。ここ？うん。そうなの？確か。凍っちゃうんだ。うん。寒そうだもん。もうなんか秋を通り過ぎて冬になってる。
沼だからね。沼なのこれ。沼らしい。湖じゃないの、うん、沼って書いてある。これで終わっちゃうね。群馬旅終了。なんか時間の使い方下手くそだね、うん、お昼も食べてないし。銃当たれるのか。まあ、ボンちゃんが遠い、うん、あ、橋があったんだね。老朽化。五つ木橋、前こんな橋あったんだ。そう、老朽化だね。でっかいね。外りに来たように口は出てるし。あとちっちゃい魚が下にいる。じゃあ餌もらえると思ってちゃぼちゃぼしてる。もう一人来た。早く。カモちゃん。そうだっけ、うん、パパあんま覚えてねえよ。ドライヤーしてます。じゃあ混んでたの。てか別にドライヤーは使えたんだけど、ドライヤーの風量があまりにもふーって感じだったから。あ、そう、パパ時間かかるな。そうだった。だって髪長いじゃん、うちら。そうで、今だからうちゃんドライヤーしながら、まあ先にもう移動しちゃったからね今日は。はい、うちゃんボールちょうだい。動画の皆さんにも一つだけあげるよ。よいしょ。はい、どうぞ。はい、動画の皆さんも。パパは買いにもらってあげる。ダメ。ダメ。もう食べちゃダメ。これでおしまいだよね。どっちも食べてるからダメだよね。じゃあ。うちゃん、あれ充電してるの？うてる。うん、そうだよ。充電されてる。87%。ママもドライヤーするよ。そうだね。これはヨーグルトみたいなやつ作る。じゃじゃん、これ入ってます。これが多分さ、ここに映ってるやつじゃない。じゃあ全部流しちゃっちゃうよ。じゃじゃん、お菓子バターみたいなもんや。一緒にこうやって、うん、混ぜ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 入れるよ。うん、混ぜてね。混ぜながら、うん、みんな見てよ。たくさんスプーンで作った。うーちゃんは注意しか入れない。もうお手伝いないだろうからさ、後ろ行っていい。まだうちフルーツ入れるよ、うん、え、だってさ、もう手伝うことなさそうだし。うーちゃんチューリモリモリ。これで冷蔵庫で30分食後のデザートで群馬の肉上州牛、上州牛にんにく、今ロボットさんと一回2分でやるか。タイマー20分。フライパンが足りなくなっちゃったから、臨時としてこっちにローストビーフ。ローストビーフ入れた。
実に容量オーバーだよ。ベーコン、どこだろう。でも群馬だよ。シンプルだけど、シンプルこそうまいんじゃん。なんかこういう人間じゃない。ほら、ついちゃう。まあまあ、ちょっと火取りすぎたかな。そうでもない、ね、うん。最初の1枚目だけで。このやり方でも結構うまくできるよね。うん。今日残念なのはローストビーフのお肉売ってます的な感じのノリだったのに、ローストビーフのソースと西洋わさびが売ってなくて、代用としてステーキのソースとわさびにした。最悪わさび醤油でもいいと思うし。この作り方は間違いないね。焼肉とかよりかローストビーフの方が好き。ママは好きなんだけどさ、うん、いいよね。このさ、玉村豆腐ってさ、あの玉村なのかな。そうでしょ、群馬の玉村。この手の豆腐うまいよ。うまい。はい、群馬のもつ煮。今日はね、パパ一人しか食べないから、ちっちゃめの。もつはね、うちの冷蔵庫があまりにも、なんか音おかしいなと思ったら、すごいシャキシャキってされてます。はい、今日のご飯はまずはもつ煮、これもパパ専用。ザル豆腐と昨日の草津の卵、群馬の地元産農協での野菜炒め、チンゲン菜、レンコン、椎茸、ベーコン、ベーコンと上州牛ローストビーフが一番高価やな今日の、うん、とあとは昨日のちょっと残り物たくあんと、多分うーちゃんこれ好きなやつやで、ローストビーフ、うん、で、うん、飲み物はこちらですね、群馬川場の IPA と、群馬爆州っていうの群馬の大麦っていう IPA ビール、今日はねこれいただこうと思います。さあ、じゃあ乾杯しようか、うん、やっとだ、はい、昼食べれなかったから、はい、乾杯乾杯。じゃあ前乾杯。もうさっき食べてるからね、らしい。あ、うまい、いい感じ、うん、うまっ。あ、これでも代用いけます。今日のデザートはあれだよ。そうだよ、楽しみだね。ふーちゃんが作ったデザート、このもつ煮がね、マジでうまい。それは群馬のやつ？そう。ん？じゃがいもとご飯合わない。これとこれ合わない。合わなかった？今日はお昼が食べれなかったから、お昼ご飯焼きまんじゅう。ご飯しともうか。本体の赤い。よし。じゃあ、いただきます。赤城山。寒かった。うん、寒かった。赤城神社が赤城山のとこかな。うん。じゃあ我らは赤城山の中にいたの？うん、具体的にはどれなのか分かんなかったけど。うん。もつ煮とこの日本酒がまた合うわ。ローストビーフがうまい。今日のご飯割と作ったんじゃない？いや、結構作ったね。うん。はい、じゃあね、これからポンジュースです。パパにもポンジュース。シンプルにうまいね、ポンジュース。あれ、ウイちゃんデザート、なんかジェリーみたいなやつだよ。これなんだっけ、レアチーズ。また雨降ってるね。うん、雨でも止むと思うよ。多分降ったり止んだりなんじゃない。うん、うん、いただきます。どうだろう、ちゃんと混ざりきってなかったかな、うん、あれだね、硬い。確かに思ったよ、確かにレアチーズ。うん、不安になる。大丈夫だ、ふーちゃんが寝て朝起きたらもう雨やんでるよ。この間のフルーチェックいいんじゃない、こっちの。そろそろ私んちも痛い。こんな感じで画面を待機してる。ふーちゃん超絶私んち好きだから、マイブーム。キャンプとかでもできそうだよね。うん、なんかシェラカップで作るっていうのがちょうどいいサイズだよね。次はじゃあキャンプでふーちゃんクッキング今度これ作るの。ふーちゃんこの間クレープ作ったもんね。うん、ふーちゃんクッキング、なので早めの就寝ですよ。ちょこっとずつだけど合うの。うん、見ようか、こんな感じ、うん、じゃあベッド作ったよ。うん、来た、いい感じ。まだ11時前ですけどもう寝ます。室温が 25.3 だから全然余裕。むしろこれもしかして若干暑くなる。
わかんない。エアコン構えてくる？エアコンいらないよ。何考えてるの？はい、じゃあエスニーユイちゃんも。はじめー。エアコンとかないだろ、これ。はい、朝7時16分、室温が 19.4 度、湿度 69%。 やっぱ雨が降ったのでだいぶ湿度が上がりました。あと室温もね、夜中ねだいぶ下がったので、今ね、フェフヒーターを全開にしております。ふいちゃんもおはようだよ。寒い上に布団いつも取ってかれる。朝方寒かったな。うん、朝起きてフェフ出たけど、6時ぐらいに切るんだよ、ういちゃん。まんペット片付けるよ。ういちゃん見て、あいだ釣りわいーゴーひゃー。お家帰る前にどっか行けたらいいね。そうだよね、うん、群馬だから割と近いよ。歩いてくださいぐいぐいしょ。錆びちゃう。なんで寝てんの？あそこさ、小山んとこだんじゃん。霧がもやもやしてる。うん。この上からさ、雨降ってたらちょっと。この上に窓あったらいいよね、ここに。いや、そうしたらさ、めちゃくちゃうるさいよ、バババババーって。ちょっと待ってね、あの、また戻ってくるかもしれない。戻りません。戻ります。うわ、なんか怪物が来た。普通にこっちの方が、ほら今ふと思ったけど、全然こっちの方が楽。パパが来週バンクベッドに寝るか。無理。3人で寝る？寝ないで。じゃあ、うーちゃんとママ、パパとうーちゃんでバンクベッド寝る？いただきます。それうーちゃんのだから大丈夫。なんか群馬は終始ゆっくりだったね。うん、旅は沼にいる時間今回長かった。長かった。寒かったし、うん、まあ、他にも行きたいところとかあったはあったけど、なんかここ最近雨が多くてちょっと行動しにくいな。本当はね、草津やね、伊香保とかね、あっちも行ってもよかったけど、うん、昨日の鬼押し出し園が一番近かったから、そっからスタートすればよかったかもしれない、うん、だから今回はういちゃんが行ったことないところを中心に回って、うん、次回の旅がね、もう和歌山って決まってるから、うんうん、和歌山です。そう、急遽キャンバケに出ることになって、で19、20日和歌山で、ね、キャンバケの20日の夜から和歌山観光していこう。23までか、休み取ってやるから21、22、23で和歌山回る。まあ、最終日はちょっと早めにもう出ちゃうかな、通りから。うん、映ったんだね。もう朝早くても本当人多いね、ここは。餌あげられるっぽくない？パクッチョ。よいちゃん全部あげて。あっちの子は子供が遊べる場所がある。
登れる。どこまでかは登れるはず。すごいね、うちゃん。ママ見てごらん。高崎ハムだって。高崎ハム。ママ葉っぱだらけだよ。葉っぱだらけ。ママ葉っぱだらけだから。はい、リアジーも出て、それからうどん屋さん。そう、ひもかわうどん食べたいなと。群馬と言ったら、まあ、なんかいろんなうどんあるじゃん。ひもかわうどんとか食べたことないじゃん。でも食べたことないからちょっと食べに行きたいんだけど、なんかこの辺の近くにあるんだよね。そう、この川場で、うん、めちゃくちゃスーパー混んでる。めちゃくちゃスーパー混んでる。混み始めたね。道の駅の一つの完成形だよね。川場田園プラザに行こうかっていう目的地なんだよ。おー、いいんじゃない、景色。あと1キロぐらい。この辺なんかリンゴ多い。もうさすがに11時だからやってるよね。左側。よし、行け。頑張れ。手振ってくれた。よかったね。あ、ここ？これだ。これだ。やってないね。11時から。まだやってないんだ。ちょっと確認してきて、パパ。で、ママのが天付、うん、き、おまんじゅう付き。おまんじゅうついてた。パパのなんか薬味がいっぱいある。はい、自分で開けて。待って、塩、うん、ここまだ塩ないと。どう、熱い、おいしい、うん、これのさ、やつめちゃくちゃ好き、うん、野菜ちょっと、どくない、でっかい、うん、このうどんがね、平べったい、うん、なんか食感が不思議で、うん、なんかきしめん、よし、とりあえずこのひもかわうどん食べれたし、うん、初めて食べてみたけど、あれはなんかすするものではないね。そうそうそう、すするとね、とんでもない勢いで飛び散る。バシャバシャバシャ。なんかあれはあれで面白かった。で、またね、いい時間に行ったからね、窓際の席も取れたし。あ、そうそう、そう。で、あとはね、もうね、帰るだけなんで、のんびりと。のんびり。まあ、群馬だからね、もう、そんななんかね、遠くに来た感ないんだよね。割と道知ってるから、この辺の。だからなんか、そんなになんかね、なんだろう、出先感ないんだよ。はい、ということで、今回ですね、群馬県の旅はここで完了と、になります。で、今回ですね、だいぶ、時間がね、うまく使えなかった旅かな。今までは結構ね、割とトントンと、まあ、天気がね、なんだかんだ天気が良かったのもあって、今日はね、帰りなんですよ。今もう帰りが晴れてて、それ以外がね、ちょっとね、なかなか残念な感じだったんで、まあ、初日はね、草津にもうそのまま滞在しちゃうっていうことで、それはそれで良かったです。そう、初めて見たよね、あのライトアップとかね、湯畑の。だからね、そういう意味ではすごいね、初日の草津は良かったですね。で、昨日がね、ちょっとね、バタバタしちゃって、で、まあ、その後、赤城神社とか行って、まあ、赤城神社も、今回ね、赤城山の方って初めて、あそこも初めて行ったんで、そういう意味では、よく知っている群馬なんだけど、初めてのところの旅だったんで、すごいそれは充実してました。で、昨日はどっちかっていうとね、食べ物にお金を使ってね、あの農協良かったね、JA ファーム。あそこがめちゃくちゃ良くて、群馬県産のものすごいいっぱい置いてあって、だから夜ご飯がね、すごい豪華なものを地産地消でいただけたっていうのが、まあ、車の中ですけどね。で、それはそれですごい良かったかなって、昨日の。はい、ということでね、結構群馬は3泊4日だけど、だいぶのんびりした旅。はい、ということで、今回の全国制覇旅、群馬県については以上になります。もうね、次の全国制覇旅、実はもう決まってて、和歌山県ですね。まあ、キャンバケの後にそのまま和歌山県を観光するということで、全国制覇旅14件目、次回は和歌山旅になりますので、まあ、ちょっと動画はね、またね、他のものが間入ったりとかするかもしれないんですけど、全国制覇の旅としてはそちらに行きますということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。グッドボタンを押したら、じゃあまたね、バイバイ。